木又治む木又治む7月28日から1983年4月4日は昭和期の歌人。本名は修士。彦根繁盛大歌老、木又市の末裔として、滋賀県愛知郡越市川村に生まれる。1918年7月に創刊された赤い鳥の死友となり、綴り方、自動自由史、自由画を投稿。北原白木吉。 山本家内に、しばしば推奨される。その他、金の船、小鳥などにも投稿。滋賀県師範学校進学後、大津市に転居。日光の私有となり白秋の作品に親しんだほか、ゼゼ教会のバイブルクラスに通いアメリカ人、宣教師から英語を学ぶ。1926年、東京高等師範学校文科第2部に進学したが、同時に、 短期演役士官として、服役のため休学、京都伏見深草連隊に入営。1927年、東京高等師範学校に復学し、上京、憧れの白州に会う。当時の白州は、自らの歌詞を持っていなかったため、白州系の村の次郎が主催を務める歌詞、コーランに参加、編集に携わる。また一時期、同郷の米田雄郎の勧めで、 しかし、鹿に席を置いたり、前川サミオラと芸術派クラブを組織したりもした。1931年、東京高等師範学校を卒業し、仙台の宮城県師範学校に赴任。仙台国語学会に加わり、小宮豊高、山田高を土井万水らとちぐを得る。1934年、富山高等学校に転任。1935年、歌詞、 玉の総監に参加、コーランを大会。以降、白州の女子的役割を担い、たびたび上京するようになる。1936年、北陸日日新聞単課選者に就任。1943年、白州が没し多玉同人代表となる。富山高等学校を辞職し、小原国義の招きにより、玉川学園、高和工業大学の教授となるが、翌年に、 再び辞職。白州の著作の観光に尽力する。1951年、瞳縁吉の招きで昭和女子大学教授に就任。1953年、歌詞、形成創刊。古典和歌と近代短歌を共に論じることのできる批評家として活躍した。1959年より、加かいし選者も務め。1967年、文学博士。 1983年まで宮内庁御用係として、昭和天皇の和歌指導も行った。1968年、日本近代文学会代表理事。国文学者として、大学の授業を続けながら、実生活に題材を求めた強敵な歌が多い。1973年、木又治集で、第24回芸術戦勝文部大臣賞受賞、及び、四十法賞受賞。 1981年、雪前雪後で第5回現代短歌大賞受賞。1983年、日本芸術院賞、恩師賞受賞。昭和女子大学には木又が収集した膨大な近代短歌の資料が残されている。文下に、大西富子、小野京次郎、吉野正夫などがいた。大名にフリーライターの木又冬がいる。2019年。 木又治研究会から木又治特本が上司される。ありがとうございます。